本当に動画を投稿するときに、アメーバビジョンだと 100MB で、10分間の動画というのは制限があるんですけども、ギリギリ、まあ、98だと跳ねられてしまうのです。容量オーバーというので弾かれてしまうんですけども、本当 100MB まで大丈夫なので、98MB でも大丈夫だと思うんですが、弾かれてしまうのです。95でもなんか、危うかったような気がします。で、そっと、いうことと、あと、音声レビューなどで夢中になってしまって、容量が100メガを超えてしまうと、もう一切投稿できなくなってしまうのです。1メガ、まあ、96とか97でも弾かれてしまうんですけども。なので、まあ、その半分ですね、5分間で50メガバイト前後、まあ、60メガバイトでもいいんですが、一応余裕を持って動画を撮ろう、切ろうと思います。で、また動画を始めれば、どうせまたアップロードできる動画なので、何本でも、アメーバビジョンだと動画を投稿できるので、容量オーバーで投稿できなくなるリスクよりは、50メガバイト5分ぐらいを目安にしてどんどん切って、それをアメーバビジョンの方に上げた方がいいのかなと思っています。なかなかこれは、F5 をしているんですけども、変換されないですね。ああ、やっと一つだけ変換されましたが、一つだけ変換されてもなぁと思うんで、まあタイトルをつけていこうと思うんですけども、相当あんなと思います。今日13ですね。今日1415というふうになってます。一番上はまだこうやってキャプチャーしている動画なので変えることができないんですけども、結構多いんじゃないかなと思います。おいしいですよ。訪問者数というのは随分少ないんですけども、マイページを見てみると、こんな感じですね。ツイッターで書いてもなぁ。あんまり役に立たないっていうなという感じですね。さてどうするか頭がボケーとしてしまい、なかなか書けないんですけども、喋りすぎのせいか頭がボケーとしてしまいましたね。このままじゃいけないんですけども、なんとかしなければいけないですね。もう自分のブログ、自分のブログで前にしていろいろの全体音声レビューというのを書いたんですが、それがどこまでできているのかというのを見てみたいと思うんですが、どこまでできてたんだろうな。そうすることにはまず投稿した動画を見てみようと思います。227か、で終わってたと思うのですが、3つ前していろいろ、16迷宮組曲レビュー、215、227か、あれ200、どういうこっちゃ、違うか、18、17ぐらい、
227、これがやっぱ一番最新ですね。どこまで行ったんだろう。メンバービジョンの動画、これがもうスクロールが固定されてしまって動かないというのはちょっと気になるんですけども、まあ一回ここで聞きたいと思います。